はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はまたちょっとね、髪色とネイルを変えてきたので、それを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していくんですけど、ちょっとねこの帽子何と思った方いると思うんですけど、そうです、今回は髪色をねチェンジしてきたので、それをお披露目したいと思います。もうすでにインスタとツイッターとかでは画像上げてたりとか、ライブ配信したりとかしてるんですけど、ちょっとね YouTube では非公開ということで、はい、ではいきます。3、2、1、オープン。じゃーん。はい、後ろも撮れますね。はい、こんな感じでね髪の毛を染めてきました。どうですかね、結構変わったと思うんですけど、前までちょっと茶髪っぽい感じだったんですけど、今回はネイビーブルーっていう色にしてもらいました。なんかね結構画面とかで見ると黒髪っぽいかなと思うんですけど、実際見るとねもっと青みが強いネイビーになっています。あ、でちなみにこのね後ろの毛も3センチぐらいかな、そんぐらい切ってもらいました。結構髪の毛の見るのが早くてだいぶ伸びてきちゃってたので、ちょっと髪の毛も切ってもらって、こんな感じで、はい、イメチェンしてきました。どうでしょうか、私はすごく気に入ってるんですけど、どうですかね個人的に暗い髪の毛の色の方がなんかしっくりくるっていうか、明るい色味よりも暗い方が似合うかなと思うので、はい、こんな感じにしました。でなんでこの色にしたかっていうと、結構茶髪で色も抜けてきちゃってた感じだったので、もうちょっとトーン落としたいなと思って、もともとグレーにすごくしたくて髪の毛を、で最初の方もねグレーにしてもらってはいたんですけど、やっぱり最初だからブリーチの黄色みが強く出てきちゃって、なんかすごいなんて言うんだろう、カーキっぽくなっちゃってたんですけど、今回はこんな感じでネイビーに染めてもらって、でネイビーの色落ちがグレーっぽく色落ちをするらしいので、それでね私はこのネイビーにしました。だからもうすでにこのネイビーもすごく気に入っているんですけど、これから色落ちしていくともっとグレーっぽく落ちてくれるらしいので、色落ちもねすごく楽しみだなと思います。黒髪っぽいんですけど、もうちょっとなんか光の加減とかで結構ネイビーに見えたりします。わかるかな、こんな感じでネイビーなんですけど、はい、こんな感じになりました。また色落ちもね皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思うので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思います。続いてネイルもねちょっと前なんですけどチェンジしてきたので、それを詳しく紹介していきます。はい、ではまず右手から紹介していきます。まず右手の親指はこんな感じです。半分に分けてもらって、下が黒で上が黒地のミラーネイルをしてもらいました。はい、次人差し指です。人差し指はねこんな感じでくねくねしたデザインのミラーネイル、これもミラーネイルなんですけどにしてもらいました。これも下地は真っ黒なマニキュアを塗ってもらってます。くねくねネイルもね最近注目されてるのでちょっと取り入れてみました。はい、で中指はこんな感じで親指と同じデザインになっています。はい、で薬指はこんな感じです。真っ黒な下地にハートのねパーツを置いてもらって、その周りをパールで縁取ってもらっています。すごい可愛くてここお気に入りです。はい、で小指はこんな感じで埋め尽くしにしてもらってます。続いて左手です。左手の指は右手の薬指と同じハートのネイルをしてもらってます。人差し指はくねくねのネイルにしてもらいました。で中指はこっちもミラーネイル、半分だけミラーネイルにしてもらってます。薬指は右手の小指と同じようにストーンをね埋め尽くしてもらいました。で小指も上半分だけミラーネイルにしてもらってます。はい、今回はこんな感じでね黒とシルバーをメインにネイルをしてもらいました。もう本当にねこのネイル結構可愛くて気に入ってるんですけど、前回やったネイルとそんなにね変わっていないっちゃ変わってないんですけど、でもね今回ミラーネイルをしてもらって、このミラーネイルがねめちゃめちゃ可愛くてすごくおすすめなので、ぜひ皆さんもネイル次何にしようって考えてる方はぜひミラーネイルやってみてください。だけどミラーネイルって結構剥げやすいらしいので、よく指先とかを使う方はすぐ剥げてきちゃうかもしれないんですけど、でもね本当に可愛いのでぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけで今回はこんな感じでねニューヘアとニューネイルを紹介してみました。またねちょっと来月とかも多分変えていくと思うので、その後にニューネイルとかニューヘアとか紹介していけたらいいなと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。